きなよ。君の強さ、理想、概念がどれほど脆いかに思って教えてあげるよ。それで理解して、少しでも間違っていると理解できたなら悪心症なんか抜けてやり直したらいい。まだ私より若い子供、まだ間に合うよ。上から物言ってんじゃねえよ。子供子供バカにしやがって。大人がそんなに偉いか、子供の価値観はそんなに馬鹿げているのか。私が言うのもなんだけど、私たちの価値観なんて所詮は少ない年月、小さい世界の価値観なんだよ。でも長い年月を生きた人、広い視野を見てきた人たちが自分より全く世間を知らない人を見ると、それはただの綺麗事だし、絵空事、空想であり、虚言、妄言、非現実的。君の場合は暴論だけどね。ならお前はあれか、少数派を現地制する脳なしじゃないか。極論だね、そんなだからまともな思考ができないんだよ。否定されたら、現地制。肯定されたら、全肯定。そう捉えるから君の考えに過ちができるんだよ。引き上げ引き、信頼。行政削除のオーラ棒よ、高等主義技術、物だけは本当一人前ね。さっきのでオーラを5億も使って無駄遣いだけど。まあ、子供が後先考えずに無駄遣いしてても仕方ないか。さっきから言わせておけば子供子供バカにしやがって。いいぜ、そんなに言うなら大人になってやるよ。悪試験、授業操作。そして僕の最後の悪試験。悪試験、アクコンエネルギー変換。大人ならも奪えないだろう。素晴らしい。一気に体に備わっていなかった経験が、この先俺が得る本来の経験が今ここに。そして、俺が今まで向けられた悪意を全て、この体に。もう打開なんか必要ない。足でまといだ。さっきまでよくも散々言ってくれたな。あがき、悪号が人号。第二オーラ、二兆超え。これが俺の未来でいる力。お前がバカにしてきた俺の力だ。それが最終奥義ってわけね。悪試験で自身を強制的に成長させ、そして今まで自分に向けられた悪意を力に変換する、君と相性抜群の悪試験じゃない。そうだな、これで容赦なくお前を殺す術を得た。あがき、悪号が人号。避けきれない。この技消費が激しいな。だがこちらは無調、ちょっとやちょっとでは枯渇することはない。それにこの盾、この威力、こちらが枯渇する前にあいつが持たない。さあ、いい加減楽になれ。その前に、カーラム様ごめんなさい、お忘れずにな。なんだ、それは。チェ、見られちゃったか。見られたくなかったんだけどな。でもまあいいや、どっちにしろ私も本気で行かないとって思ってたところだしね。安心して、私はれっきとした人間、この耳は私の力の副産物なの。せっかく過注射で隠してたのにな。見せてやれる、私のハンス。次回のスマッシュ。なんだ、なんだ、これは、戦闘力が、ない。なのになんでここまで恐ろしいまでに力が溢れている？理解できないよね、この領域の。理解しなくてもわかるよ、君の知らないその先の境地。私が思う理想の形の全てを集約した究極の大技。とどろき。何か、見えなかった。さすがに硬いね、でももう戦闘力は私の射程圏内。さっきの一撃だけで2秒もあった戦闘力オーラがなくなったのか。させるか、あがき、悪号が人号。高麗獣人だ。まだ第一段階でこれなら私の相手にはならないね。つまり何十年、何百年かけようが、あなたは今の私を超えるのは不可能。さっきの間に受けた100万以上の攻撃と、超速攻圧の電撃で体の自動再生は不可能。そのまま生きていくのに。そのまま体を腐らせながら今まであなたが苦しめてきた人に懺悔でもしてることだね。鍵はもらうから、それじゃあ。何？勝ち逃げしてんだ。俺はまだ終わってない。俺はまだ先がある。俺の寿命、すべてをかけてお前を潰す。まだ、終わって、ない。お前を、俺を前提する。お前を、絶対に許さない。ここまで来ると哀れだよ。自分自身が維持できるオーラ量をはるかに超えるとどうなるか知らないんだね。その代償を。舐め上がって、この力でこの国もごとも吹っ飛
と。地震の容量以上のオーラを無理やり体内に収めた時に起こる現象、オーラのオーバーヒート。オーラは一つ扱いを間違えればすぐに体を壊す。こんな基礎中の基礎も知らずにここまでオーラ量を上げて自滅。今まで本当人の話を聞かなかったんだね。未熟な身分なくせに自分が正しいと思い込んで、親や教師、周りの人からの教えや注意を全て無視してきた人の末路だよ。どうせこんなことを教えなかった周りが悪い、こんな世界が悪いってずっと他人のせいにして最後を迎えるんだよね。本当、救いようがないよ、君は。反抗や成功は自身が相手と対等になってやっと成り立つ行為。未熟者のくせに一人前と勘違いしてる人ほど愚かなことはないよ。ママ、すごい、たった数十分でホティアを使いこなせてるよ。アイレちゃんありがとう、これで4人分の能力と戦い方の大雑把な調整はできたわ。本当はもっと時間をかけて調整したかったんだけど、今回はチュートリアルってところかしらね。あれ、ネロどうしたの？出てきて大丈夫？はい、呪いが解けました。きっと術者が消えたのだと思います。よかった、とりあえずは一安心ね。ずっと呪いを抱えたまま生きていかないといけないのかと。それにしてもさすが地球防衛軍、悪神鳥をちゃんと倒すなんて。ペッカちゃん、調整は順調かしら？え、もう討伐終わったんですか？私は終わって今ペッカちゃんの気配を辿ってきたところよ。うわぁ、仕事早いな。他の3人はまだみたいだし、どうせなら月下ちゃんの面倒でも少ない時間見ようかなってね。わあ、それはとてもありがたいです。こっちも今悪神鳥から受けた呪いが解けて一安心していたところだったんですよ。それはよかったわ、これで心置きなく戦えるわね。はい。お、こんなところにいたのじゃ。探したぞ月下。この声は関。待たせたのー、4人とも連れてきたぞ。これでこっちは準備万端なのじゃ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。